それではお時間になりましたので、テストを紹介させていただきます。私、司会を務めます、テストを紹介させていただきます。野村でございます。よろしくお願いいたします。まず最初にですね、特定失踪者の、新しく公開された方がいらっしゃるので、最初に、それから始めます。続いて、北朝鮮向け短波放送潮風について、次はですね、特別検証、先日行った佐渡での特別検証の報告。で、その後がですね、今我々が進めているその後どう考えるかというその後プロジェクトの中間報告の、を行います。それについて、そして最後に、ICC への、提訴についてという順番で始めさせていただきます。まず、はじめに、拉致疑惑特定失踪者の発表から、荒木君からお願いします。うん。1ページ目をご覧ください。0番台となっていますが、これは我々の通称でございまして、拉致疑惑の特定失踪者であります。第53次で、今回今まで発表した失踪者の中で初めて在日以外の外国籍の方の発表になります。お名前は陳清玉さん、女性、国籍は台湾で、昭和38年1963年5月12日に生まれて、昭和62年1987年2月以降に失踪をされています。当時の年齢が23歳、職業は不明です。最終失踪関連地点は失踪当時の住所である大阪府堺市になります。で、失踪当時の状況ですが、昭和59年に台湾から来日して、同年4月から翌年3月まで大阪市内の日本語学校に通われました。その後、昭和60年4月から61年3月まで同じく大阪市内の短大に在学しておられました。で、昭和62年の2月、前月に亡くなった祖父の準備に、帰国すると言っていたのに帰国しなかったことから、ご家族が日本の身元を引き受け人に連絡し、部屋を見に行ってもらったところ、部屋は食事をしたままの状態で、身の回り品はそのまま残されていたとのことでした。で、2月12日に、パスポートの延長手続きのために、大阪市の後関係協会大阪事務所を訪れていたということが判明しており、失踪したのはこの日以降というふうに思われます。で、実はこの方は調査会が発足して間もなくお届けがあった方でございまして、ご両親は台湾に住んでおられました。で、その後非公開ということで調査を行ってきたんですけれども、今回ご家族の了解が得られたということから公開をすることとなりました。で、我々としてはその陳さんが失踪した時代にこの下に書いてありますように、各地で若い女性が多数相次いで失踪をしています。そのことをはじめとしていくつかの要素から、例えば通っていた短大が原忠明さん拉致の舞台になりました鶴橋からも近いところにあったということ等々ですね、いくつかの要素から拉致の可能性を排除できない事案というふうに考えている次第でございます。ちなみにこの参考のところで、陳さんの後に出てくる尾上さんが、4ヶ月ぐらい後だったと思いますが、やはり大阪のど真ん中でいなくなっている方でございます。で、本件に関しましてはご家族の意向で、連絡先については公開をいたしません。で、何かの問い合わせがありましたら私どもの方で受けて、必要なものはご家族にお伝えをするというやり方でやってまいりたいと思いますので、ご了承をお願いいたします。とりあえず以上です。ありがとうございました。続いてです、北朝鮮向け短波放送潮風について私の方からご報告いたします。潮風はですね、世界的な電波改変により、10月の29日から新周波数にて放送を開始しましたが、今回北朝鮮当局は翌日の30日夜10時からの放送に妨害電波を発射してきました。周波数変更直後に追従してくるのは本当に異例中の異例です。通常北朝鮮はですね、おおむね1週間以内に妨害電波を追従してきます。過去ですね、
北朝鮮による妨害電波の、最短というのはですね、2010年の10月31日に周波数を変更し、11月2日、2日後ですね、に、来たというのが最短でした。で、この時はですね、ちょうど金正恩が後継者に指名された後でございまして、10月10日付で、大将になったという時でございます。で、内部の情勢に変化があるときに、比較的こういう傾向が、見られます。ちょうどその翌年ですね、金正恩が死亡して、金正恩体制に変わる、12月になりますけれども、その頃も、ちょうどですね、ラジオの取り締まりが非常に厳しくなっているという情報が、複数入ってきた中、12月の、27日に周波数を変更し、3日目の、30日にはもう妨害電波を発してきたという事態でございます。これを見るとですね、翌日というのは今回初めてです。これまで2日というのが一番早かったんですが、いかに今、北朝鮮の中でその外部からの情報を、遮断したいという意向が働いているかというのが分かると思います。で、ちなみに同じ時間10時からやっている政府の、ふるさとの数は、本日の時点ではまだ妨害電波は確認されていないという情報を得ています。またですね、この周波数は 7410kHz という周波数はですね、中国の CRI という中国から出している放送と同じ周波数なんですね。よって更新があるんですが、電波の向いている方向が、違うので、影響はないだろうという、これは総務省との見解で、我々はこの周波数を選んでいます。で、実際に、北朝鮮近隣地域でモニタリングをしているとですね、更新はありますが、ちゃんと潮風は聞こえてます。ただ違う地域、東京とかで例えばモニターをすると妨害電波の方が大きく聞こえるので、これは聞こえないんではないかという、そういうご意見もいただいておりますが、我々がモニターしている限りでは、北朝鮮付近でも潮風は入っていると。で、そこへ北朝鮮が妨害をしてくるということはですね、中国の放送に妨害電波をかぶせてくるという、事実上中国の、放送を妨害しているということになります。で、現状からこうなりふり構わずですね、情報中でも遮断するということは、内部情勢に、一定の変化があるんじゃないかと。で、別途の情報としては、その広域幹部の脱北や人民軍の飢餓など、その内部に関する情報がたくさん今入ってきていますので、これだけ早い体制で北朝鮮が妨害をしてくるということは、外部からの情報をいかに、入れたくない、逆に言えば非常に効果的であるということが、考えられます。今後も当然これは常にモニタリング監視を続けながらですね、その状況を把握して皆さんにご報告をしていきたいと思います。下に書いてあるのは現在の周波数でございます。そうですね、実はですね、この今回翌日の周波数になったと、翌日に妨害電波が来たというのはですね、表に一切出していないんですね。下に書いてある周波数は、まだ、潮風自身も、告知をしていません。調査会ニュースでも出していません。それなのにですね、北朝鮮は妨害をかけてくるということは、よっぽどうちの放送、北朝鮮放送全般だとは言えると思いますが、その日にどこの周波数で出しているかというのを非常に、チェックをしていなければこれはできないと思います。冗談でもないかも分かりませんが、内通者がいるんじゃないかと、先にこの情報が向こうに流れてるんじゃないかと思うぐらい、のことだというふうに、ちょっとさっきそういう話にもなったんですが、それだけ北朝鮮は、情報収集をしているということだと思いますので、そういう意味でも非常に北朝鮮の内部の今の状況を、伺うことができるということです。はい、とりあえずここで以上でございます。続いて特別検証の報告を荒木さんからお願いします。資料の3ページ以降をご覧ください。先月10月の20日に佐渡で特別検証を行いました。で、詳細はそこに書いてある通りですけれども、今回特に注目いたしましたのは、なぜ佐渡島が3つ出入国地点と選ばれたのかということ、そして、特にその中でも宿根木というこの地図貼ってありますが、一番左の下になります、佐渡の西南端なんですが、
そこがたびたび工作員の出入国のポイントになっている。これがなぜかということ、そして今まであまり検討してこなかったんですが、大沢隆さんについて一体どこから連れ出されたんだろうかと、まあ、その3点を中心として検証を行いました。で、まあ、佐渡、我々上陸、本土に上陸するのにあたって、海岸に近い島とかですね、そういうものに注目はしているんですが、ある意味佐渡というのは大きすぎて、気がつかなかったという部分が、まあ、あるんではなかったかということが一つ、それからやはりですね、ここにまあ書いてありますように、いろいろな角度から考えて、何にもないところに工作員がこんなに上陸をするということは絶対にありえない。で、明らかにこれは佐渡の中に何らかの協力者、あるいは固定工作員がいてですね、その、彼らの活動をやっていて、そして上陸、あるいは密出国を手助けをしてきたというふうに、まあ、思わざるを得ないということでございます。ですから、まあ、その戦場でいけば、大沢さんも、それから曽我さんも、やはり組織的に拉致をされたというふうに考えるのが、まあ、妥当ではないだろうかと思います。それから、宿根木に関しましては、ここだけが今のところ佐渡でですね、工作員の密出入国事案で、まあ、犯人が捕まったりとか、事件が明らかになっているところでございまして、それ以外でも、まあ、不審な人物を目撃したとか、そういう話はいろいろあるんですけれども、今のところその、はっきりとどこで上陸をしたとかいうようなことが、明らかになっている事案はない。でこれはまあ、もちろん氷山の一角ということではあるんですけども、宿根木が、まあ、非常に使いやすい場所だったのではないだろうかということを推定させるものでありまして、で、我々のリストではない警察発表の方、この、ここの資料の一番、最後といいますか、10ページか、10ページの一番下に書いてありますが、警察発表の方で菊池豊さんという平成元年に小木のご自宅近く、海岸の近くでいなくなった方なんかもおられます。まあ、小木の集落と宿根木はまあちょっと離れてはいるんですけど、大体同じような、同じ旧小木町でございまして、この辺りがひょっとしたら、その宿根木事件、大沢さんの失踪の2年前の72年の、昭和47年の事件ですけれども、これ以降もやはり引き続き使われていた可能性はあるのではないだろうかというふうに思っている次第でございます。とりあえずこの特別検証に関して以上です。はい、続いて11ページ以降、その後プロジェクトの中間報告というのがございます。9月の29日にその後考える集いというのをやりまして、で、まあ、各報道機関でもいろいろ報道していただきましたが、これを今この内容を整理しているものがこれでございます。でまだ中間でございまして、これをさらにまとめた上で11月の24日に第2回のその後考える集い、これは15ページのところの一番下にご案内が書いてありますが、やる予定でございまして、そこでもっとさらに精査して整理をしたものを出していこうというふうに思っております。で、今回のこの報告、中間報告はとりあえず私の責任でまとめたものですが、やはりいろいろなことを、まあ、書いてあるように考えるだけでですね、相当な問題が出てくると、これはまだごく一部であろうと思います。で、今回特にどのような役所が関わることになるのかということを、そこにですね、個別の問題の後に記載をしてございます。で、今、まあ、総理は国会の答弁の中でも、これを、まあ、検討している旨、答弁をされておられますけれども、実際それぞれの官庁で、これくらいのことについて具体的に、やっているのかどうかということについては、まあ、新しい国会も構成されましたし、
これから我々としても各党に働きかけるなどして、国会の審議の中でこの問題をですね、取り上げて、いただこうというふうに思っている次第でございます。まあ、この中で一つ、まあ、これはあくまで、まあ、私の段階の、試案ということで考えていただきたいんですが、これ、各問題を考えていきますと、個別にですね、それぞれの省庁が、連携を持って対応するというのはほとんど不可能だと思います。でかなり大きな力を持ったものが必要でありまして、例えば現在のですね、拉致問題対策本部を北朝鮮特殊事態対策本部とか、そういう形に階層拡大して、権限を集中してなおかつ政治主導でやるという必要があるのではないだろうかと思います。で、今まで全然拉致被害者に関してもストックホルム合意以来全く動きがないまま3年半近くが経過してしまったわけですけれども、ここがひょっとしたらもう最後のチャンスになるかもしれないと。で、この今動きがあるときにですね、情報が出てくる、捕まえられる可能性もあるし、うまくいけば人がですね、引っ張り出せる可能性もあるということなんで、この問題を前向きに捉えてですね、来るものにただ後手後手に回って対処するということではなく、やっていく必要があるのではないだろうかというふうに思っている次第でございます。とりあえず以上です。家族会の矢島と申します。私たちの願いでございました ICC の提訴について、かなり具体的な日程などが見つまりましたので、今日発表させていただきます。特定失踪者家族会では、下記の要領でオランダハーグの国際刑事裁判所 ICC を訪れ、検察官に対して現在も続く拉致問題の責任者の処罰を求める申し立てをする予定です。日程についてお知らせします。日程は平成30年西暦2018年1月23日成田発11時25分アムステルダム着15時30分所要時間は12時間30分の予定でございます。アムステルダム発16時30分の列車でハーグに参ります。ハーグに着くのは17時30分ごろを予定しております。でハーグで宿泊いたします。23日から26日まで全てハーグでの宿泊の予定になっております。1月24日から25日はハーグで国際刑事裁判所検察官への申し立てと記者会見などをいたします。1月26日にハーグを立ち11時ごろ列車でアムステルダム空港に着きます。それは12時ごろ予定しております。そしてアムステルダムを14時30分に立ちまして、市中泊ということになりますね。で1月27日の朝9時45分成田に着く予定でございます。所要時間は11時間と15分を予定しております。で2番の参加者についてです。大沢昭一継承つけずにそのまま読ませていただきます。大沢昭一特定失踪者家族会会長、大沢隆の兄でございます。竹下玉次特定失踪者家族会事務局長、古川紀子の姉でございます。陸島恵子特定失踪者家族会幹事、陸島孝子の姉。森本美沙特定失踪者家族会幹事、山本美穂の妹。吉見美穂特定失踪者家族会幹事、秋田美穂美和の姉。須田洋平様は弁護士の方でございます。北朝鮮による拉致と人権問題に取り組む法律家の会会員の方でございます。それから荒木和弘特定失踪者問題調査会代表の以上7名を予定しております。で3番の申し立て内容についてでございます。拉致問題が被害者が帰国していない以上継続している人権侵害であることを明らかにし、責任者である金正恩の処罰を求める。
この書類には失踪者全員、もし可能であれば警察発表も含め、全員の氏名、性別、生年月日、失踪時期を記載し、北朝鮮の体制崩壊など緊急事態に平壌の各国高官などで被害者を保護するための資料とすることも想定し、国際的な配布も進めるつもりでございます。 ICC の、提訴については以上でございます。失礼します。はい、はい、ありがとうございました。それではの、質問の方に移りたいと思います。はい、どうぞ。人選、まず公開事案に関してなんですが、金星力さんのこの2月16年と2月に告知しなかったことから部屋を見に行ってもらったところっていうのが、の日にちはいつか分かるんでしょうか。日にち分かりません。でも2月12日よりは後であろうということ。そうですね、2月12日はその阿東教会に直接ご本人が、赴いているということを阿東教会の方から確認できてますので、その後でいなくなって、で、そしてその後で確認に行ったということだと思います。短大はどこか分かる。短大は、大阪 のプール学院短期大学、当時のキャンパスは大阪環状線の桃谷の駅の近くにありました。あとごめんなさい、この方はご家族は台湾に来られるんだと思うんですが、ご健在なのは両親なのか、兄弟なのかどうなのか。お母様が健在です。お子さんはお一人なので兄弟はいないです。語学学校はどこにあったんですか。須田市の近く。語学学校の方は、ちょっと今資料置いてきちゃったんですけどね、大阪市内ではありました。鶴橋の近くだったかどうかちょっと確認をしてないです。申し訳ないよ。これそのまず拉致事件 の真相の究明を求めるとかっていうことが含まれておらない。基本的にですね、この国際刑事裁判所というのはできた時期、2008年だったかな、できた時期よりも前のことについては取り扱わないということになっているんですね。で、この関わっている事件はほとんどがそれより前なんですけども、しかし拉致をされている限りはその人権侵害が継続をしているということですから、その継続をしていることについての刑事事件ということで責任者の処罰を求めるということです。だから、基本的にはその趣旨だけということになると思います。すみません、人権侵害が続いているというふうに見なすことができるというのは ICC 側にも確認済みなんでしょうか。これはですね、去年の12月に政府の行事でやったシンポジウムの中で、何でしたっけ、野口さんって検察官の方がそういうことが可能であるということをおっしゃったことがそのきっかけになってます。だからICC がそういうことを表明したというわけではないですけども、まさにそこにいた方がそういうふうに言っておられるので大丈夫だろうというふうに我々は考えたということです。今も継続している人権侵害なんだということをまず明らかにしてくれているということはないですか。明らかにしてということではなくて、これは明らかであるから処罰をしてくれということですよね。ですからリストの中には当然政府認定の拉致被害者の名前も入ります。それから寺越さんとか福留さんとか救会認定の、要はうちのポスターに乗っかっている人は全部入るんですが、それ以外にできるだけ警察発表の公開されている方のデータも入れ、それからあと我々にとって非公開の方でも希望する方についてはこの書類には名前を載せるということもやるつもりでおります。これはもう要はともかく ICC に出すことの
重要性と、もう一つそこに書いてある何か起きた時の、あのスクリーニングのための資料になりうるという、まあ、そういうことですね。少しちょっと細かいんですけど、今回その公表されたその陳定玉さんで、公開リストとして何人目になられる人数、まあ、かなり膨大になると思う。分かれば今何人にしてたんですか。ちょっと待ってください、今確認します。あとごめんなさい、今回ちょっと会見とかちょっと直接関係はないんですけども、今週トランプ大統領が来日してですね、まあ、横田夫妻と会って、まあ、そこでその米国、まあ、安倍総理は米国側にこの拉致問題の解決のまあ連携強化を求めていると、そのことに対してのこの調査会、まあ、会長としての受け止めと、そのまあ総理に求めることがあればちょっとぜひまあ、本当にそんなアメリカ頼みばっかりで大丈夫なのかという思いが正直言ってあることは事実です。でアメリカが拉致会社を救ってくれるとはちょっと思えないですから、そういう意味では、まあ、我々として期待するのは圧力をかけるということのが、まあ、その安倍総理とトランプ大統領が、まあ、一緒になって、そしてまだ拉致被害者もいるという構図を作ったところで、北朝鮮側に対して拉致が極めて日本として重要な問題だと思っていて、アメリカもそれに共感しているということをアピールするということは可能であろうと。でしかし、まあそれはそこまでの問題で、ただその中で北朝鮮のいろんな変化が起きてきたときに、あれだけ日本が言っているんだから拉致被害者は金の卵になるんだというふうに向こうで認識をしてくれれば、それはある意味で言うと拉致被害者の身辺の安全を図ることにもなりますし、それからまた例えばその体制が変わった後でも、キム・ジョンイル、キム・イルソンがやったことだということで日本との取引材料で出してくるという可能性がありますから、まあ、そういう向こう側に圧力をかける一つの材料としてという意味はあるという、まあ、それぐらいのところです。それでですね、すみません、今の数なんですけども、これまで公開した特定失踪者という数でいうと301人目、になります。で、拉致疑惑の失踪者ということでいうと195ですね。プラス1になって、ということだと思います。はい。よろしいですか。これ、ね、まあ。ハーグの国際司法裁判所がどのような判断をするかというのは、まあ、また別の話じゃないですか。で例えばそのこれを申し立てをすることによるそのメリットみたいなものが戦略的にどんなところにあるのか、で例えばこれ申し立てをすることによって、まあ、皇室の資料になるわけですよね。そうなるとその各国の大使館だとかにね、こういった申し立ての資料とかが回ってきて、それによってですね、いわゆる拉致問題であり、拉致されたことが濃厚である方々が、まあ、世界中にいらっしゃるというような、そういうような、いわゆるアナウンスの役目もあるんじゃないかなと思うんですけれども、その点はどうなんでしょうか。私たち、認定の家族の方とね、認定失踪者の方と、私たちのような特定失踪者、まあ、あるいはこのまだ特定失踪者にもなり得ていない方たちっていうのがいますよね。例えば訴えるべき家族、申し出届け出をするべき家族もいなくて、私自身が経験したことなのですが、もうご家族がいなくなられて、本人がもう何十年も前からいらっしゃらないんですけど、失意のうちにご家族が途絶えてしまったうちで、私も何回も見ております。そういう方たちのことも含めましてですね、まあ、なんとかここでこの日本だけじゃなくて世界中にこういう方がいらっしゃるってことが皆さんに分かっていただけるということです。今昨今ここ昨日あたりからザマで残忍なね、大量殺人ではないかという行方不明の、今やっぱり相当警察に問い合わせがあると言ってます。年間8万人にも上る方が行方不明だという話も出ております。だから私たちも最初そのような感じで警察に届けてて、でも事件じゃないと
まあ、皆さんよくご存知だと思います。何か事件に関わらないと捜索をしていただけないということで、あのどうしたらいいかわからないという日々を送って何十年も。で実はの、まあ、初めて認定された方たちは40年かもしれませんけど、まあ、昭和20年30年代頃からまあ、いわゆる朝鮮動乱の後からキム・イルソンあたりがこう暗躍しているあたりからこの拉致というのは行われているのではないかと私なんか思っております。その事例がこう世界にこう、広まって皆さんがそういうふうに考えてくださってくると、少し国の態度というかね、国のこう私たちの立ち位置というものも変わります。もちろん中には残念ながら拉致ではなくてという事例も当然含まれております。そこの方はなぜプロの工作員が やってることですから、彼らにとって証拠を残すってことは我が命、我が一族の命にも関わることなので、それは必死に隠すと思います。その辺はちょっとお組をお聞きいただきたいと思います。ほとんどの事例がこれといった証拠がないためにお国の方でも分かるね、警察の方で荒木代表の方でやってもらって、私たちはこう今日本全国で手を携えて、ちょっと遅きに失した感はございますが、それでも皆が希望を持って、ひょっとしたら生きているうちに家族に会えるんじゃないかという希望がだんだん膨らんでまいります。それでこの ICC に提訴いたしまして、世界にまた皆さん の日本の国民の方々のこうにも広く広報していただいて、そしてまた私たちも認識を新たにして、もうまた決意も新たにしてやっていきたいという形でやっておりますので、それはとても期待はいたしております。ごめんなさい、質問の趣旨の返答になっているかどうかちょっと分かりませんが、そのような形でみんな日々この5月の12日にこれ家族会結成いたしましてから、一生懸命暗中模索ではございますが、一生懸命みんな自分にできることをやっておりますので、ここで皆様にまたそういうふうに広報していただけることがとてもありがたい。そしてまた皆さん弁護士の方からたくさんの方たちが手助けしていただいているということがとてもありがたいことであり、これが国を動かして認定非認定にかかわらず、国がちょっと積極的にアメリカのみではなくて日本の国で日本の国民を救出するのだという、そういうような機運になってくれればなとは思っております。ちょっと補足しますと、言われたように、これはやはり国際的なアピールという側面が、まあ、非常に強いと思います。でこれで例えば ICC が取り上げてくれて、で金正恩をしょっぴいてきてですね、法廷に立たせるということは現状ではなかなか難しい。ただこういうことをやったということが国際的に広がることで、でこの間先週特定商社家族会の三役会などでも議論をされてましたけども、今後は各国の大使館等を回って、説明をしていけないかという話が出ておりました。だからまあそういうふうにして国際的にこの問題が明らかになれば、国連の方の報告書で、まあ、100人以上というふうに言われている。でそこへ持ってきて実際にその被害者の家族が、まあ、こういうふうな申し立てをしているということというのは、この問題を明らかにしていく上でも北朝鮮のプレッシャーという意味でも、まあ、かなり有効なのではないだろうかと、ついでに言えばもし北朝鮮で何か起きたら、ひょっとしたら本当に金正恩がですね、法廷に引っ張り出されるということだって全くないとは言えないと思います。ですから、まあ、それは今後の状況の変化によりますけども、いずれにしてもその両面をしっかりやっていく必要があるということです。すみません、 ICC の、 その仕組みがちょっとわからないので教えていただきたいんですけども、申し立てというのはその国葬の復活と比べて何か違いはあるでしょうか。なんか私もその制度的なことについてあんまりちゃんとまともな説明ができないんですが、これで今やろうとしているのは検察官に対する申し立てと、で検察官に対してこの問題についての説明をして、検察官が、まあ、この問題を改めて取り上げると、
いうふうなところで持っていくというやり方ですね。で直接 の提訴ということでは、ありません。ですから、まあ、申し立てですね、検察官への申し立てというのが正確な表現だと思います。でそれで検察官がそれに相当するということになれば、それで ICC としてやっていくということになるんだと思います。検察官が、それを受理すれば、ね、裁判を始めるからこう出していくという。検察官というのはこの人に出すとかっていうのも決まっています。いや、それまだ決まってないです。この辺のことは全部須田弁護士の方でいろんな調整を行っているところです。これは民間団体でもこういった申し立てっていうのは可能なんでしょうか？いや、民間でできるんですね。で、まあ、去年あたりまではこれやっぱり無理なんじゃないかと。で特にその国際刑事裁判所ができたできる前の事案が多いんで無理なんではないかというふうな判断が主流だったんですけども、その政府行事の時 の、まあ、その野口検事 の、 お話で、可能であるという判断が出たことでですね、あこれはやれる方法があるんだと。で、まあ、それでいろいろ検討してこういうやり方にするということになったということです。国連 の、 その人権委員会でしたっけ、その日本と EU がいつも出している決議の中にもその ICC への訴追というのが入っていると思うんですけれども、あれとはまた別に調査会自身である、特定失踪者家族会としてあるなんか 3つ方法があるんだってましたね。直接やるのと安保理でやるのと、それからこういう形でやるのとあって、前にですね、この話は政府からの、あれは何の時だったかな、説明会が認定の方の家族会の方々と、それから、救う会、それから特定失踪者家族会、我々に対して会った時に、田口さん の、 お兄さんの本間さんがこのことを確か出して、でそれに対してアジア大洋州局長が、いくつかの方法があって、まあ、それぞれの良し悪しがありますみたいな話をしていたんですね。で、まあ、だからそのうちの一つを選んだということで、国がやる場合はもちろん別のやり方になるだろうと思います。北朝鮮がこの電波の妨害をしてきたりとか、あるいはいろんな情報が北の内部から聞こえてくるということになって、現状の北朝鮮の状況を荒木さんはどのように見ているかという点が一つ、もう一つはここのところに書かれているその久我美子さんに関する情報ですが、これを、文春がこの間書いたんですけれども、それの話、産経はその前にかなり書いているんですけれども、それに関して荒木さんどういうふうに評価しているか、この2つをお伺いしたいと思います。はい、現状はですね、やはり私は出られなかったんですが、28日に北朝鮮難民救援基金で、難民問題と北朝鮮のことのですね、講演会がありまして、そこで来ていた元北朝鮮の収容所の警備兵だったアミョンチョルの話の内容などを読みますと、やはり今までとは全く違う状況になっている。これまでの経済制裁は中国、ロシアが抜け穴になってしまってあまり効いていなかったけれども、今回のものはやはり中国がかなり厳しい状況になっていて、相当な変化が起きる可能性があるというふうに言っておりました。それから現在石油の価格が暴騰しているとかですね、そういうことを考えるとやはり相当な効き目があるんだろうと。それから今年ぐらいからですね、高官の亡命がまたこれ相次いでいるということは、まあ、北朝鮮にそのままいても静かにしていれば、いい暮らしができる人間が逃げ出しているというのは、まあ、いよいよ末期症状なのかなというふうに思います。で、今度トランプ大統領が来て、まあ、どういう話をしていくのか分かりませんが、まあ、高官言われているのは中国に行ったら、まあ、習近平、国家主席と、まあ、要は北朝鮮どういうふうに処分するのかという話をするというふうにも言われています。でアメリカが軍事攻撃をするのか、それとも中国が介入をするのかと、いずれにしてもほっぱらかしとくという選択はやはりなくなりつつあると思いますので、
もう大きな変化が起きるというふうに考えなければいけない。で、一旦朝鮮半島で変化が起きれば、これは朝鮮半島の中だけの問題ではなく、アメリカ、中国、そして日本もロシアもですね、で韓国はもちろんですけど、全部巻き込んだ動きになりますから、その時に日本が受け身でいたらば、拉致被害者の救出はもちろん、難民問題か何かはですね、後手後手に回って失敗をしてしまうということではないだろうかと思っています。今考えている現状についてはその問題ですね。それから曽我ひとみさん、曽我三好さんと久我佳子さんのことについては、この久我佳子っていう名前のものがあったっていうのは私も昔聞いた記憶があったんですけども、まあ調査会のリストに、なかったということもあり、なんとなくそれで放っておいたということがあったんですが、改めて文春の報道を見て、その後で産経の詳しい記事を見てですね、やはりこれはもう間違いがないんだろうと。ということは、曽我三好さんは曽我ひとみさんと同時に、拉致をされて北朝鮮へやはり連れて行かれたと。で、それも2人を連れていくという組織的な、拉致で連れて行かれたということではないだろうかと思います。で、この情報はもともと千村富貴さんの情報でありますけれども、私自身があまり覚えてなかったようなこともありですね、あまり実は知られていなかった、まあ、文春が報道した仕方もそういう仕方だったわけですけれども、改めて曽我三好さんについて言えば、正直言って、いや、お母さんはもうある程度の年だったから、北に送られる前に殺されてしたんじゃないかというふうに思っている方が非常に多いんで、そうではなくて、間違いなく北朝鮮にいたんだという証拠であるという意味では、これは実はものすごく重要な問題で、日本政府ももっとこれをアピールしてよかったのではないだろうかというふうに思います。で、アピールすることが曽我三好さんの安全を守るための、非常に大きな力にもなるのではないかと。これから先、我々もその視点をもう一回見直してやっていかなければいけないと思っています。関連者のトランプ大統領ということに対して、そのなんか調査会としてもその、面談なりをその働きかけたことがあるのか、もしくはその日本政府の方から、調査会の方でも、拉致被害者の会も含めて一緒にそういう面談のお話とかっていう、そういうのはあったんですか？全くないですね。何言い出すか分かんない人のところで何言い出すか分かんない人間がいたらどうなるか分かんないから、おそらく最後まで声はかからないと思います。その辺についてはいかがお考えですかね。このやっぱりその、特定失踪者という中で、そこはやっぱりその、先ほどはその米国の力に頼るのはとおっしゃってましたけど、やっぱりその日本としてはそのやっぱり米国にも協力を求めていく立場の中で、会長としてはどういかがお考えですか？トランプ大統領が来たときに、ね、日本がアメリカ人の被害者も助けますから、ね、協力してくださいっていうんであればいう意味もあるかなと思うんですね。で、日本に来た外国の大統領に日本人助けてくださいっていうのは少なくとも個人的に言えばちょっと情けないんではないかなという感じがします。もちろんそれは横田さんにしろご家族みんなね、切実ですし、そういう意味では特定失踪者のご家族もみんな同じなんですけれども、でもそれでできることってどうしたって限りがある、外国ではね。だからやっぱりそれよりは日本が取り返すという意思を明確にしてもらった方が我々としては非常にありがたいと思います。 ICC への申し立てに関して、その認定被害者の家族会とか救う会とは何か連携はしているんですか？場合によったら申し立ての、申し立て人ですね、最後に言えば原告に当たるものに家族か向こうの家族会の方々も入ることはできないでしょうかということでご相談はしてます。で、検討はしてもらうことになってます。まだ答えは来てないです。それはでも行く直前でも間に合うことなんで、こちらとしては別に急いでというわけではないんですけども、一応検討していただいているというところです。これは政府とか拉致隊の支援が何か入っているんですか？
改めて大臣とかにお会いしたときに支援をお願いするつもりではいるんですが、ただ一つはですね、これあんまり国が前に出ると要はいろんなその国の都合で、まあ、陰謀というかそういうものに利用されているというふうな印象を与える可能性がある。だからそういう意味では直接あまり前に出ない方がかえって効果的ではないかという話と聞いています。それからそうするとあとは、まあ、例えば予算とかいうことなんですが、今回矢島さんの方からは言われなかったんですけども、実はともかく、まあ、このために家族会をまず作ったということがありまして、今回行かれる家族会の皆さんは渡航費用、今集まっているカンパの中からお一人当たり5万円の補助はしますが、それ以外の渡航費用は全部自腹です。それで行くことになってます。だから、まあ、そこを政府から補填してもらうとちょっと最初の市と変わってしまって、まあ、いろいろ議論はあってもっと集めて入れた方がいいんじゃないかとか私思うんですけども、家族会の皆さんの意向はもうともかく今回はもうこれで来ているので、まあ自腹で、ね、大半自腹で行くということで、まあ、その意思を明らかにしようということなんですね。だからそれ以外の政府の協力や何かについてはまたどういう形をお願いするべきかはちょっと検討していきたいというふうに思っています。現時点で申し立てを行う主体はこの特定失踪者の家族会ということで、そうですね、家族会というかご家族個人個人の名前になりますから、で結局だからあれ幹事役員のとこまでっていうことになったの。そうですね、全部は難しいだろう。そうですよね、今入ってる約60家族の方々全部に声かけて、委任状を取ってってのはなかなか難しいので、とりあえず名前は、申し立て人の名前は現在の役員、特定失踪者家族会の役員の名前にしておこうかというような話に今のところはなってますですよね。そんな感じでしょうね。なかなか連絡もしてもらいたい。これその検察官に申し立てっていうのは具体的にその書類を検察官に渡すってことですか。渡して説明をするということだと思います。須田弁護士の方で、これからいろいろコンタクトをして向こう側に話を聞いてもらう時間やなんかを設定をするというふうに言っておられたので、まだもちろんそこまで具体的な何月何日の何時にどうするなんてことは決まってませんけども、一定の時間を取ってもらって参加したご家族がそれぞれ発言をして説明をするという形になるものだというふうに理解しています。これまで ICC に申し立てを国はまあしないわけですよね。個人レベルとかでやってる人もいないんです。まだ今までないですね。で脱北帰国者の川崎英子さんが帰還事業の問題で、やることを進めてはいます。でこれも須田弁護士が担当していることなんで、時間的にはこっちの方が先におそらく行われるんじゃないかなと思います。申し立ての内容はその処罰だけじゃなくて資料の配布も申し立てる、うん、申し立ての内容は処罰だけじゃなくて、うん、資料の配布も申し立ての内容、うん、だからこれこれこういうことで拉致が行われてきて、それはどういう構造で行われてきた、でそれについてやはり拉致の可能性が例えば日本弁護士連合西弁連も、23人かな、こちらで出している人権救済申し立てで、やはり拉致の可能性があるから政府はちゃんとやんなさいという意見書やなんかを出しているわけですね。でそのメンバーの大体概要を入れて、でその後にこの全部のリストを入れると。だからまあこれだけ可能性のある人がいて、でなのでもう実際に具体的に行動を行えているわけだから処罰をしてもらえて、そういう筋立てになります。その資料の配布っていうところの部分はその ICC に配布してくれっていうわけじゃなくて、その何て言うんですかね、各国の例えばオランダにある各国の大使館を経由して平壌の大使館にも回覧しといてねって、そういう話じゃなくて、それはもうもういろんなレベルで作ったものをそこで配るって言ったって、ちょっとハーグには大使館ないですよね、だから
じゃなくてこっち側でまたそれが終わった後、あるいは場合によっては先かもしれませんけども、これはもう政府とか、あるいは拉致議連とか各党の拉致隊とかいろんなところを頼んで、例えば議員さんが海外行くときに、でこの拉致の問題をということで今こういうのが出てますからということを言ってもらうとかですね、さまざまなルートを使ってともかく各国に浸透させていくということだと思います。この申し立て内容のところで国際的な配布も進めるってあるんですが、これは別に ICC に何か求めるという意味ではなくて、ではないですね。申し立ての内容に含まれるものではないということですね。はい、それじゃあこれで会見終了します。どうもありがとうございました。